どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、ホームレス統計データ全国版最新の実態はというところで送っていきたいと思います。音声だけでも聞けますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、普段ですね、なかなか就活とかそういったところで触れることがない、知ることがないというところで、やるべき意味があるかなと思ったので、今日はこの動画を撮ったんですけども、ホームレスの人の全国の数は最新版のデータと動向というところで送っていきたいと思います。その他このチャンネルでは就活転職ランキングネタ、皆さんに有益な情報をお届けしているので、ぜひ、チャンネル登録していってください。ということで、厚生労働省のですね、最新の調査データっていうところで送っていきたいと思います。2021年の4月のデータです。で、この厚生労働省はですね、ホームレスを法第2条に規定する都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設をゆえなく帰居の場所とし、日常生活を営んでいるものっていうところでですね、全国で毎年調査を行っていますと。その結果をもとにですね、今日は送っていきたいと思います。まずですね、場所ごとの統計データっていうところですね。ホームレスの確認場所として全国の250の市区町村というところで確認ができましたと。250の都市っていうところですね。で、これはですね、前年と比べて5都市、5地区町村がですね、減少して、マイナス 2% の減少っていうところです。はい。で、全国のですね、企業別の、場所のデータっていうところですね、これ厚生労働省発表してます。都市公園、平成29年、令和3年までっていうところで、年々どこもですね、基本的には、減少傾向にありますと。都市公園、平成29年で1273人だったのがですね、令和3年だと975人で、河川の減りが一番多くてですね、平成29年1720人だったのがですね、令和の3年だと913人で、道路、駅舎、その他施設っていうところですね、年々減少傾向にあるっていうところですね。企業別の割合データっていうところですね、先ほどのようにですね、河川をですね、拠点としている人の数がですね、減ってですね、都市公園っていうところが、割合的には増加しているっていうところですね。全体的な数としては年々減少にあるっていうところです。はい。全国の人数データですね。平成29年の調査から、令和の3年までで言うと、男性がですね、5000人台だったのが、令和3年の3500人と。で、女性が圧倒的に少ないですね。令和29年だと196人。ここはですね、上限というか、人数の前後っていうのはなくですね、ほぼほぼ横ばいっていうところです。で、合計で言うとですね、年々 10% ぐらい減少みたいなところですね。はい。で、人数の最も多い都道府県っていうところです。こんな感じになってます。一番多いのがですね、大阪府949人。で、その次に東京都826人。で、その次に神奈川県646人っていうところですね。はい。こんな感じになっております。はい。ということでですね、今日はですね、ホームレス統計データ全国版最新の実態はっていうところですね。普段触れないデータ、厚生労働省のデータっていうところから送っていきました。今日もありがとうございました。